ティーチャーズシフトお聞きの皆さんこんにちは教育会 CT コンサルタントの小池浩二です先生の学校の三原直です直さんは2020年に起業されたんですよねはいおかげさまでこの春に2期目を迎えました今日は一昨年の春に公立小学校の校長先生を辞めて起業された方をお招きしましたよ 校長先生から企業界の転身はまだまだ珍しいと思いますので、詳しくお話をお聞きしたいと思います。教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援する Teachers Shift 今週は合同会社松田インクレディブルラボの松田隆さんをゲストにお招きしています。 松田先生本日はよよろろししししくくおお願願いいまますす松田先生は総務省の地域情報カアドバイザーや小金井市の教育 CIO 補佐官をされているそうですが現在どのような活動をされているのか教えていただけますでしょうか。はい、えっと2年前に起業しまして本社を群馬県の安中市北陸新幹線の安中春菜から歩いて10分ぐらいのところに今、うん あ,のあるんですが、まあ、15年前に縁あって、えー、そこに家を買いまして<ー>、えー、今そこを拠点に、まあ、全国からあの地域情報科アドバイザーは依頼があればその地域へ行って、まあ、特に教育委員会とか学校が多いんですがそこの教育 ICT 化に向けた、まあ、これまでの私の実践経験を踏まえたあの知見なり あの経験などをお話しして、その地域のま情報化あの ICT 化を推進するま仕事をさせていただいている。あの金沢市でも今あの産業政策課というところと、うん、ま業務委託してプログラミング教育ディレクターといってこれは学校教育だけではなくてあの市全体の子どもたちのなんか底上げを担うようなあの今プロジェクトを一緒にさせていただいていると。 まあ、そういう行政と関わったり。それから、あとは、この間、四月五日にプレスリリースをしたんですが、コンテンツ作って、新しい学びを促す。あのコンテンツの、まあ普及啓発、それによって、まあ、自分の会社も、あの、うまく経営していきながら。全国の学校の学びが変わるような仕事をしています。新しいコンテンツの普及開発っていうので、具体的にはどんなコンテンツなんですか。 名称がシャッフルテンといいまして今ギガスクール構想の中でさまざま ICT 活用が論議されていますが、うん、あの21世紀というかソサエティ点5.0の社会を生きる子どもたちに必要な資質能力として文科省は新しい学習指導要領で3つの柱でそれを整理したんですよ、はい、知識技能の習得と思考判断表現の育成とあともう一つ学びに向かう力の寛容。うん で今やっぱり知識技能の習得とか思考判断表現等のやっぱりいわゆるアクティブラーニングに関わるようなコンテンツで、まあ、それなりにあって活用事例もいっぱい紹介されてきてますが実はの学びに向かう力 うん、を育むような直接的なコンテンツってなかったんですが、うん、それを育成するようなまあコンテンツです。<ー>具体的には子どもたちあの学習をするとよく振り返りというのをやるんですが、うんはい、あのまあ自分の活動を振り返って文章で書いて、うんはい、その文章を AI が解析することって、うん、その文章から AI が解析して 動画を10本リコメンドするその子の興味、うん、関心をなんか引き出してさらに好奇心や探求心を醸成するような動画をリコメンドして子どもたちはリコメンドされた動画の中からまたあこれ面白そうだなとか、うんうん、いうのを、ま、選んでみてでその感想をまた書いていくとそんなあの活動を促せるコンテンツです。うん まあそんな松田先生ですけども起業される前は小金井市立前原小学校で校長先生をされていたわけですけどもどのような取り組みをされてたんでしょうか。え前原小学校は2016年から着任して161718 16年度まで3年間あの校長職を務めました。えー、その前からあの ICT を使った学びのあり方をまあいろいろと模索する中で前原に移っても。 まあそれを継続してやろううとということで、今ギガスクール構想が始まって全国の学校で ICT 活用した授業実践が行われるようになりましたけれども前春に移った時にまさにその環境を作って子どもたちと一緒に新しい学びを作ろうという取り組みをしました。で最後の年には本当に510何人でしたけれども1人1台の端末と高速通信ネットワークが揃う中でかなり面白い 子もたちがが主体的ににに学ぶ、うん、取り組みができるようううななっったかなというふうに思っていふ思てます、うん、これがあの私立の学校じゃなくて公立の学校でやられてるっていうの,いうのが本当にすごいなと思ってあの実は先生の学校でも以前松田さんのことをご紹介させていただいたことあるんですけれども、うん、その時に伺った時に今では ICT とかプログラミング教育といえば松田先生なんですけど、うん、最初 ICT にこう関して、こうなんていうんですかね、ピンときてなかったっていうこともおっしゃってたんですが、そこからこう、どうやってピンときた。っていうなんかタイミングが、どんなタイミングだったのか、伺ってもいいでしょうか。もう最初は、もう全然話にならなかったですよね、あの職員の理解がね。うん,うん、うん、なんでそんなことやるんだ。うん、だから、小池さんが来られた。時かな、なんか、あの、その。 ここはね、前の学校でねやっぱ公開やった時ん、はい、でプログラミングやるんだってね <laughs>、えー、職員からね叫ばれたりもしましたしね <laughs> 本当に ICT を活用すること自体がなんか異様に映るような、うんうん、それは前晴れに映った時も基本同じでしたよね、うんうん、でそれが変わったのはやっぱり環境が整って、うん、それを使ってやってった時の子どもたちの学ぶ姿が、うんうん、先生たちに納得できるようになってったのかな やっぱり先生は基本生前説に立ってるんで子どものより良い成長に関わりたいという願いを持ってる人たちだというふうに思ってますからでそれがちゃんとそこの場で実現できてきたら納得するんだろうなということをでもそれができたのはまあ前原の最後の18年でありまた私が職を辞した後 まあたまに前原行った時に職員が笑顔で迎えてくれるんで、うん、<laughs> あ,あ共感できたなというふうに思ってます。私もあの、うん、授業見学伺ったことあるんですけども、松田先生ご自身が確かマイクラの授業だと思うんですけども、はい、記者たちの前でやられてましたよね。はい。そのあたりはまだ先生たちついてきてなかった時代だったんですかね。あついてきてなかったですね。<ー>で結局イメージもわかないんで、うん、あのとにかく素性炊飯でやってみせ。 ねあのー、やってみせ言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かしてそこら辺の褒めるとこはなかなかねうまくはできなかったんだけれども <laughs> とにかくそういうイメージを共有したいということでうん、うん、自分は自分の指導感とかあの児童感を持ってやるとこんな事業実践ができるんじゃないのかなうん、うん、子どもたちが主体的に活動する学びってこんなふうに実現できるっていうのをやっぱり見せたかった。 見て理解をしてほしかったっていう思いがあったんでチャンスがあれば授業をで公開もやりましたけど普段の中でもいいっぱいやりました、うん、現在ギガスクールで一人一台の端末が配備されて、まあ、たくさんの課題を目の前にされている先生たちいっぱいいると思うんですけどもそんな先生たちにアドバイスありましたらお願いでできますでしょうかそうですよね今ギガが始まって現場へいろんな意味であの本格運用始まった時ですから。 混乱を招いいてる、まあ、これででもしょうがないですよねだって、まあ、突然ですもん2019年の12月に議がやるよと言って当初5年間の,、ねはい、あの見通しの中でやるっていうことだから自治体等もだんだんとステップアップしていけばいいっていうところをこのコロナで一気に前倒しになって始まったわけだから、まあ、混乱するのはある 意味仕方ないないとただそれ混乱したからダメだじゃなくていかにやっぱり乗り越えていくかってのすごく大事だと思うんですがその時に考えるキーワード3つあって、うん、ICT を使用するそれから利用する活用するあの何気なく活用と言ってますけど、うんはい、そんな簡単に活用ってできなくってどういういいいこととなななのかかかをしっかりとあの考えていかなきゃいけないでもそのためには絶対に使用できなきゃいけないから、うん、今 いろいろ聞くと ICT がまあ物は来たけれども使用できないような自治体もまだまだたくさんあるこれはやっぱり設置者の責任なんでもう早急に準備しなきゃいけないんだけれどももう一つはそういう環境は整いつつありながらいかに利用にとどまらず活用に向けた取り組みを進めていくことがすごく大事かなと考えています。 な学びとか共同的な学びって言われてるけどそれを実現するだけでは私 ICT を利用するにとどまってると思って、うん、それを実現して最終的には一人一人の子どものまさに新しい学習指導要領が制した学びに向かう力、うん、これはあの中教師の教育家庭部会が報告出してるんですけどそのコアとして自己調整力っていう概念出してるんですよ。 育んでいくかというような取り組みをしていくことがとっても大事だなと。だからそこに向けた ICT の活用にめぐっていろいろ議論を盛り上げていきたいな、行かなければいけないんだろうなということを感じています。自己調整力ってなんとなくイメージがつくんですけど、こうもう少し具体的に言語化するとどういった力なんですかね。あの自己調整ってあの。 その学びに向かって自らの学習を調整しながら効果的に進める方法を理解しながら自分自身を動機づけて学びを進めていく力で要素として3つメタ認知とと学習法略とまあ動機づけだからまずはちゃんと自分の学習を振り返る。 だからそこは振り返りで文章化言語化すること、うん、同じ活動しても子どもたちが感じることって違うじゃないですか、うんはい、それを言語化して一覧すればいろんな気づきがあるんだな、うん、その多様性をまず知って「ああそうかこの子こんなことに気づいてるんだ面白いな」とか、うん、なんか振り返り書いた時に「 これ実際あったんですけれども僕は将来プロダクトデザイナーになりたいんでっていうコメント書いてあった方がいいんでその後文章続けに、うん、そうするとえ何プロダクトデザイナーって知ってんのとか聞いたんですけれども知ってますってこうですっていう風に話をしてそうするとそれを読んだ子どもたちもこの子って何自分の将来とかキャリアについても考えてんだすげえなうん、うん、そんな気づき得られるじゃないですか。うんそして さっき言ったシャッフルテなんか活用しながら動画をリコメントされたら見てこんなことに自分の学びつながってるんだ面白いなやってみようなって動機づけでしょ、うん、そういう活動を ICT を使ってどん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 活性化していくそんな学びができることがすごい大事なのかなと感じていますあ、うんうん、る意味自分の状態を把握して自分にふさわしいものをこうき,ちきちんと選択してそこにこうまたさらに学び続けるっていうことがすごい大事なことなんだなと思った時に 私すらできてないかもっその大人側先生側にもその力をまあこれから改めて身につけていくっていうこともすごい大事なのかなと思って今ちょっと話を聞いてました、うん、その時に私もそういうことを考えながらあ教員にとって先生にとって一番大事なのはあ共感性だなと思って、うん、やっぱり子供って信頼できる他者、うん、先生に褒められるの一番嬉しいです、はいうん、だから振り返り返もコメントくれたら もうそれが最高のの承認欲求充足でで動機づけですよだから先生方に必要なのは先生にこれから必要な一番の資質能力ってまさに共感性なるほど、うん、この間脳科学を研究されている方もあのリアクションするってことがすごい大事だって言っていて、うん、何か子どもたちが起こしたことに対してリアクションしてあげるだけで全然違うんですよってうん、うん、お話しされてたのでそことすごい結びつくお話だなと思って聞いてました。ままさにその通りだと思います <laughs> はいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は報道会社松田インクレディブルラボ代表の松田隆さんにお越しいただきました松田先生貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました みなさんこんにちは先生の学校のみはらですこのコーナーでは日本中世界中のユニークな学校や取り組みをご紹介していきます本日ご紹介するのは愛知県瀬戸市にあるオルタナティブスクール瀬戸つくるスクールですオルタナティブスクールとは日本ではまだあまり浸透していませんがもう一つの学校の意味を持ち 特に幼児教育から中等教育の機関において学校教育法などの法的根拠を有さない非正規の教育機関です。公教育とは異なる新しい運営制度、進級制度、教育科目など独自の教育理念方針により運営されています。法的には、校区内の公立学校に在籍していることとなり、不登校扱いになりますが、 自治体によってはオルタナティブスクールでの出席が公立学校の出席に代替されるケースもあります。本日ご紹介する瀬戸つくるスクールは、教育機械確保法の趣旨に沿った全日制のスクールで、現在、小学生から中学生まで約50名が通っています。多くのオルタナティブスクールが月額数万円の学費がかかるのに対して、瀬戸つくるスクールは市民が作る公教育の形をテーマに、 公立学校同様に教材費、昼食費、施設利用費の実費しか家庭から徴収していません。代表である一尾茂彦さんは、平日10時から15時は瀬戸つくるスクールの運営に携わり、17時から22時は塾を経営され、塾の経営で生計を立てていらっしゃいます。さらに、瀬戸つくるスクールは法人化しておらず、一般社団法人や NPO といった非営利組織の形式でもなく、 任意団体でもないそうです団体という形式を取ることでどうしても教育がサービス化してしまう現実に警鐘を鳴らす市長さんは保護者の方とも対等な関係を築くためにあえてこの形にこだわっているそうです2014年4月に設立された当初は公民館などで運営をされていたそうですが一長さんの活動に共感した地元の経営者との出会いがあり昨年6月より専門学校の跡地で運営されています 基本理念は愛知県瀬戸市の教育行政の基本理念を踏襲し自ら考え学び生き抜く力を育成するために自立創造共同共生挑戦の5つを柱にカリキュラムなども設計されています特徴的なのは昼食作りです決められた予算の中で献立を考え買い出しに行き子どもたち自身が調理して食べるというのが瀬戸スクーるスクールの日課になっていますまた水曜日はパークで 金曜日ははファーームデーが設定さされれれてており週ににに1回は公園と畑に出かけ自然に触れる機会も用意されています私もこれまでいろいろな学校を取材してきましたが瀬戸つくるスクールのような仕組みで運営されているオルタナティブスクールやフリースクールは見たことも聞いたこともありませんしかし現在はこの形に共感した方たちによって愛知県内で同様の仕組みで運営するオルタナティブスクールが誕生するなど瀬戸つくるスクールが一つのロールモデルとなっています 公教育で多様性が認められているオランダや北欧では不登校は少なくホームスクールも盛んではありませんがアメリカのように競争や分断が進み公教育が崩壊してしまうとオルタナティブスクールやマイクロスクールホームスクールは急増します日本は今その過渡期にあると思います全国の公立小中学校の不登校児童生徒が18万人を超え学校外で学ぶことを選択する子どもたちが増えている中 瀬戸つくるスクールのような学びの場は希望です今回もご視聴いただきありがとうございます次回もどうぞお楽しみに片岡市一のラジオシャバーサー市川工業高校の片岡です今日は素敵なゲストをお迎えいたしました それでは自己紹介お願いしますはい千葉工業大学四年の貝森ですよろしくお願いしますはい、えー、貝森さんはですね、えー、高校の時私に教わった生徒でございますはい、そんなことをですね生、えーえー、かしまして、えー、今日はですね ICT I C T を高校の時にね、えー、受けた受けないという話をねしていただこうと思います。はい、それでは貝森さんにですね、えー、高校の時に I C T を活用した授業、まあこんな授業が面白かったなっていうのがあれば紹介をしていただきたいと思います。高校の時に I C T を活用してまあ、面白かった授業は、うんえー、3年の高二の科目なんですけれどもプログラミング技術という科目で、まあ、iPad を使って。 スイフトプレイグラウンドでプログラミングをしたのが面白かったですうん、うん、それはあの誰の授業ですか片岡先生の授業でしたそうでしょうね、はい、とても面白い授業だと思いますけれどもその他に何か工業高校なので ICT を活用した授業って何かありましたか、うん、そうですねその他に特に ICT を活用したものは ありませんでしたねま先生が電子黒板を用いるっていうことはあったんですけれども、うん、生徒がま例えば先ほどのプログラミング技術みたいに iPad を使って自分で何かしてっていうのはあまりありませんでしたね、うん、ICT を使える環境はあったんでしょうか、うん、はい ICT を使える環境はありました iPad をまあ自由に 使うことも可能でしたし iMac を使うことあとは無線 LAN の環境がありましたのでそういった環境的なバックアップがあるところは私はとても安心して使いたい時に使えるというのはとても良かったと思っていますなるほどね。逆に ICT を活用して欲しかった授業ってのはありますかそうですね ICT を活用して欲しかった授業はやはり動きを伴うもの、まあ、私は あまり運動が得意ではないので、あの体育、例えばですけれども、体育の卓球の基本的な動きだとか、まあ、そういった動き方のお作法的な部分はあ、プリントで壁に貼ってあったりするんですけれども、やはり画像、 止まっているものだとわからないので実際にどう動くかというものは動画で、まあ、いつでも見れるだとか後で確認できるという環境があったらよかったなと思いますあやはりね動画の教材ってのはとても見やすいですからね、はい、うん工業の実習なんかでもそういうのがあると本当はいいんでしょうねそうですねそう思いますうん、うん、それではですね次回なんですけども今度は、まあ、海森さんね、えー、教職課程を取っていて教員を目指そうと まあ頑張っているわけですけれども先生になったらどのように ICT を活用してみたいのか、はい、その辺をちょっと聞いてみたいなと思いますけれどもよろしいでしょうかはい頑張りますはいそれではですね、えー、本日はこれで終了でございます,あり,いますありがとうございましたティーチャーズシフトは毎週月曜日の夜に配信しています YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聞きください Creativity is not an outcome. Creativity is a process that starts when you make a choice to embrace the unexpected and to be undeterred by failure. It's a choice to believe in yourself, your ideas, and your perspective. There is creativity inside all of us. And unlocking it starts with a choice to make the leap.